次です。こんにちは。こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。こちらこそ。私の職場に関する相談です。はい。ぜひ、のりさんの、ご意見を聞かせてください。はい。私の職場の上司は女性に対して異常に優しく、男性に対しては異常に厳しい人です。はあ、なんか俺の逆みたいだね。なお、上司は男性です。先日、ある仕事を同僚の女性社員に依頼したところ、私のいないところで、その女性社員がどうしたらいいのか分からず、その上司に話した結果、私の説明配慮が足りないと激しく怒られました。依頼内容の詳細はこの場では割愛しますが、私の感覚で言うと、誰でも分かるレベル、分からないならまず私に相談してくれたらよかったのにという思いです。今のご時世、女性の社会進出と同時に男女平等が謳われますが、少し昔の男尊女卑ならぬ、女尊男卑の今の職場環境に対して非常に違和感を感じています。この女尊男卑、の考え方を持つ男性上司に対して、ぜひともノリさんのご意見を聞かせてくださいということで。あ、なるほどね。まあ、女尊男卑っていうのかな。とも限らず、どういうことかっていうと、まあ、さっきも言ったけど、やっぱ昨今、インターネット、SNS ってすごい広がってきて、SNS 上で今まで女性が口に出せなかったことを書くことによって、女性同士が共感を得たりとか、女性のグループができたり、コミュニティができたりとか、その昭和平成時代に言葉にできなかったものは言葉にできるようになったから、あ、みんなこういうふうに思ってくれてるんだって言って、すごいね、なんかね、活力じゃないですけどね、女性がね、大きい声を上げることが大きくなりました。もちろんいいことでもあるんですけどね、うん、むしろいいことだと思ってるんですけど、まあそういう時代になってきて、その会社とかが、その今までそのインターネットとかがまだ広がる前とかだと、世の中の大きな事件とか会社のそういう小言とかっていうのがネットに出てくることなかったですけど、今って小さいことでも、まあ暴露じゃないですけど、SNS とかでつぶやいて、他人が見れる時代になってきたじゃん。だから、その女性を大切にしてるっていうのは、その会社が女性を本当に大切にしてるっていうわけではなくて、女性に厳しくして自分の会社がさらされたりとか、自分の会社がね、こう悪く言われたりだとか、なんかそうやって行動を起こされたりするのが怖くて、その男っていうのはさ、やっぱ昔からさ、頑張れよみたいな、メソメソするんじゃないみたいな、スポーン主義みたいなのがあってさ、いいかもしれないけど、女の人の場合そういうわけにはいかないので、その女性を守ることによっていい会社のイメージを作ってるんじゃないのかなっていうふうに思ってますけどね。うん、なんで、その、まあ、会社がそういう方針なんでしょうね。きっとね。うん。だから女性に優しく、男性に厳しくっていうところで。ただまあ、それにも限界はあって、女性に優しくすることはこれ悪いことだと思ってなくて、さっきも言ったけど、力仕事はやっぱり男性した方がいいと思うしっていうのもあるし、その、男性しかできない仕事もあるし、女性しかできない仕事もあるし、いろいろあると思うんですけど、女性に優しくする社会は別にいいと思うんですよ。だけど、行き過ぎたものはやっぱりちょっと気持ち悪いし、その女性に優しくしすぎて男性に厳しくして、むしろ男性を雑に扱ってたら、ねえ、同じ会社に一緒に働いてて、ねえ、なんでこんだけ女性ばっかり、優遇されて男はって思うから、このメール送ってくれる人の気持ちもすごいわかるんですけどね。だけどまあ、会社のスタイルがそういう風なのであれば、早めに見切りをつけるのも大事かもしれないね。多分変わらないと思うし、結局、あなたが言ったところで。程度によるけどな。程度による、メールじゃ分かんないけど、どれほどまでに、その、女尊、女尊男卑なのかなっていう感じはしますけど、その女性社員がどうしたらいいか分からず、その上司に話した結果、メールの主が厳しく言われたっていうことだね。例えば、その一つの仕事をなんか分担したみたいな形で、その同僚の女性社員に仕事を任せたら、その女性社員がうまく仕事をできずに、そのうまく仕事をできなかったことに対して、依頼した私に言ってくれればいいのに、私を飛ばして上司に言ったもんだから、上司は私に怒ってきた。お前がなんでちゃんとしないんだっていうふうに言われたってことだね。だけど、もともとは、ね、メールの主から、その女性に言ったわけだから、まず上司に言う前にワンクッション私に置いてからやるべきなんじゃないのっていう。ね、しかもその会社の上司もその私の気持ちを汲んでくれなくて、お前は何やってんだっていうもんだから、まあ自分的にはすごい腑に落ちない。なんでこんなことになるんだっていうのでメールくれたんでしょ。やっぱでも上司も良くないよね。なんでそういうことになったんだって言って、やっぱ男性の社員のカバーもすべきであって、ね、お前の指導が良くないぞっていうのもわかるよ。そう。女性社員が仕事できないのはお前の指導が悪いとか、お前の伝え方が悪いってのもわかるけど、その女性社員に対しても、まず、その、男性社員に話すべきだろって言って、俺に言うんじゃなくて、みたいな。その辺のカバーも大事な気がしますけどね。だって、
おかしいのがさ、そもそもさ、仕事ができなかった女性社員にも問題あるじゃん。そこもさ、ちゃんとしないとさ、その女性社員はさ、ずっと仕事ができないままですからね。だってこのメールが正しければちゃんと言ったわけじゃないですか。あの、依頼された仕事をこなせなかった女性にも話すべき話はあって、それをすっ飛ばして、あの、伝え方が悪いとか、あの、ね、教えるのが悪いとかって言われたわけでしょ。もう置物になっちゃうからね、女性社員がね。まあ俺なら辞めるな、うん、続けらんないもんだって。そうね、めんどくせえ。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。